リアルの韓国軍みたい。オフラインでみんな集まったらもう、こんなお腹持ってくるんだよな。こんな感じで。おー、どうしたの？いたら面白いですよ、意外と。このアーバー街でさ、顔なくして頭だけ見ればマジでおっさんっぽいだな、もう。リアルの韓国軍みたい。俺みたいななんか30代の人たちがなんか、年間2回3回ぐらい訓練を受けるためにオフラインでみんな集まったらもうこんなお腹持ってくるんだよな。こんな感じで。おーっとしな、射撃場どこーっとしな、みんな、あーもうめんどくせーっとしな、なんで夏で読んだのよっとしな、あっちーって、早く終わらせてもう戻ろうぜって。で、いたら面白いですよ、意外と。正面の中、おっさんたちがお互いに、結構仲いい感じで、話してたりして。まあ、いきなり質問来てくれるからな。どこで何の仕事してますから始めて、彼女が昨日、他の男と、イチャイチャする姿見てたんですけど、これ訓練受けて戻ったら、どうした方がいいですかって。まあそういう質問まあ普通に来るのよ。なんか訓練受けてなんか昼でご飯食べたらさ、ご飯食べながらいろんな話するんですよ。なんかでその相談を受けてアドバイスするおっさんも面白いです。なんだって彼女が浮気してんのって。あんたは人生の中で一回も浮気したことないのって。まあそういうの一回許してくれよって。軽い気持ちで付き合ってるなら、まあ、許してくれて、見逃して、体だけ気持ちよくなればいいのよって。まあ、そういうアドバイスもしてくれる。でも、真面目に相談しようとしてた男はもう、がっかりしてさ、はい。そうしながら戻る。かわいそうに。聞かなくてよかった、みたいな感じで、顔しながら。そこでおっさんたちがまた一つもう一個コメントするんですよ。なんかまあ今さすがにこういうアドバイスはちょっと聞くならがっかりするかもしれないけどさ、あんたは本当にもうその彼女があんたの人生の最後の彼女じゃねえからなって。まあそこまでがっかりするなって、女人にして関してそこまでもう悲しくならなくてもいいよ。構えんって。ははってしな。ははマジで。これは見たことあるエピソードです。俺が。もちろんその後どうなったのかわからない。連絡先はま交換しないから俺ら。ただそこで会えて一緒に訓練受けて、もうバラバラになるんですよ。だからいろんな話ができる。私は会社で働いてるやつなんですけど、うちの上司がなんか本当にムカつくて、今日訓練のために会社行けないですよって言えたのに嫌われたんですよね。こんな忙しいところで訓練受けないとダメなのみたいな言葉されて、であいつもチンチン持ってるクソ男のやつ野郎なのに、あいつもいつか訓練受けるためにまたAFK になるんですよねって。で、なんで俺だけにそんな訓練受けようとして、会社を一日に抜けようとしてたのに、そんな説教されないとダメなんですかってしながら、いきなり大パンパーンとして、ご飯食べてる間に。そうそう。自分も受けないとダメだからさ、あれ上司も。結局。で、そこで、横側のおじさんが、ああ、落ち着いてってしながら、今みんなで一緒にご飯食べてるじゃんって。もしかしたら君のその大パンみたいな、そういう性格のせいで、上司から嫌われるか、もう嫌われてるかもしれないよ、すでにって。だから説教されたかもしれないから、もうちょっと落ち着いて、みたいなコメントもしてる。でもフィルターなしでみんなコメントするからさ、あんまり。ああ、そういう訓練場に行くと、
高校の時の友達と偶然で会える可能性も結構高いです。あれ、同じ村の千年たちを集めて訓練させるからさ、偶然でなんか会えたりしますね。男なら40歳まででしたっけ、多分36歳38歳まではしないとダメです。年間2回射撃。だから不思議なんですよね。私ぐらいの年になったら本当にもう AR はもうリアルでグリップして打ってみたら懐かしいですよ、その感覚が。もうそれぐらい打ってるからさ。だからとして、まあ、毎日打てるわけじゃないから忘れるようになりそうなタイミングになるとちょうどなんかまた始まったりするんですよ。やべ、押し越したい。いや、ここ押しちゃってもいいですか、ちょっと。ダメでしょ、もちろん。村長にボコボコされます。選択肢だな。しちゃって村長に怒られる。でも気持ちよくなる。村長との関係のために我慢する。あ、訓練期間では言われます。適当にちょっと離れて、しちゃって戻れよって言われます。少し10万。もう無理。いや、俺この調子でエイペックスすればめっちゃ上手くなるのに。おしっこ我慢するときは一番強くなるんだよな。良くないところ出てきたな、これ。誰もアラーム起動してくれない。俺どうやって帰ればいいんだ、これ。ここでスカークの死体が見えなかったらワンチャンあり。見えないですね。なら誰もいないかもしれない。いや、開いてないわ。これ、美味しくね？あー、なんかケース欲しかったけどな。しょうがねえか。MP9N。やべ、俺さっきから押し越したいと言ってたのに、めっちゃ長くなってる。だから調子がこんなにいいのか、今。あ、いる！プレイヤー！怖っ！どいつだ？早く行こう。めっちゃ近かったじゃん。だってあのアラームはプレイヤーしかしないですよね、多分。あ？俺のやった今。トイレートイレートイレー、早くー走れー、やばいー、辛いからもっと飲もうぜ。限界まで挟めるんだ自分を。やれ！
みんな綺麗な天気ですね今日も。はあ、むーちゃんのご飯あげました。いや、パンツは朝変えたんで、まあ全然大丈夫です。安心してください、1ミリも出してなかったんで、セーフです。